元気を作るお食事ガイドフレイル編。最近疲れやすい、歩く速度や握力が低下した、体を動かす機会が減った、体重が減ったなんてことはありませんか？それもしかしたらフレイルかもしれません。フレイルとは、年を取るとともに筋力や活動が低下している状態です。健常と要介護の間で、要介護になるリスクは高いですが、適切なケアで健常な状態に戻ることができます。フレイル予防には、食事、運動、人とのつながりの3つのポイントが重要です。元気を作るお食事ガイド、ちょうどいい体重編。クイズ。最近痩せてきた。メタボじゃないからいいのかな？いいえ、違います。減ったのは脂肪ではなく筋肉かもしれません。6ヶ月で2から3キロ以上体重が減っていたら要注意。栄養不足の可能性があります。ちょうどいい体重は BMI で見ます。 BMI は体格の指数で、エネルギーの摂取量と消費量のバランスの維持を示す指標として使われます。体重割る身長割る身長で求めることができます。ぜひご自身の BMI がどれくらいか確認してみましょう。こちらの早見表でピンクのマスに入っていれば、目標とする BMI の範囲に入っていることになります。私は体重 60kg で身長 165cm だから、ここだね。ピンクのマスに入っていますね。このまま維持できるといいですね。筋力の低下を防ぐためには運動も大切です。散歩をしたり、家の中でもストレッチや運動をしたりして、意識的に体を動かしましょう。元気を作るお食事ガイド、食事のポイント編。クイズ。シニア世代の食事はご飯と味噌汁だけの粗食でいいのかな？いいえ、違います。シニア世代も粗食ではなく、栄養バランスの取れた食事をすることが大切です。フレイル予防のため、食事は1日3食、いろいろな種類の食品を摂りましょう。特にシニア世代は筋肉を維持するためにタンパク質をしっかりと摂る必要があります。毎食必ずタンパク質のおかずを食べるようにしましょう。そうは言っても、実際にどうしたらいいのかよくわからないよ。そうですよね。栄養バランスのいい食事ってなんだか難しそう。でも少し意識するだけでもいいんです。今から一緒に1食分の食事を考えてみましょう。まずは主食を決めます。ご飯、麺類、パンの中からいずれか一品選びましょう。それじゃあご飯にしようかな。次に主菜を決めます。主菜はタンパク質を多く含むメインのおかずになる料理です。魚介類、肉類、卵、大豆製品の中からいずれか一品選びましょう。じゃあ焼き魚が食べたいな。ちなみにタンパク質の1日の目安量は3食合わせて、魚1切れ、肉1切れ、卵1個、納豆1パック程度です。合わせて牛乳やヨーグルトも摂れるといいですね。1回の食事では魚や肉は手のひら1枚分の大きさ、厚さ分のタンパク質を摂りましょう。最後に副菜を決めます。副菜は野菜、きのこ、芋、
海藻のおかずです。汁物や小鉢を合わせて2皿くらいあるといいですね。2皿か。そしたら野菜を入れた味噌汁と小鉢はひじきの煮物がいいかな。いいですね。ちなみに汁物は毎食つけると食塩の摂りすぎになってしまうので1日1から2杯までがいいですよ。どうですか？これで1食分の食事が考えられました。本当だ。主食、主菜、副菜を順番に考えていけばいいんだね。食事の考え方やタンパク質の1日の目安量は分かったけれど、実際に料理をするとなると料理は苦手だし、毎食作るのも大変そうだな。必ずしも手作りする必要はありません。たくさん便利な食材が売っているので上手に活用しましょう。缶詰や冷凍食品は保存も可能なので、ストックしておくといつでも手軽に食べることができます。例えば主菜、サバ缶はそのまま食べられますし、ツナ缶をサラダやパンにトッピングしてもいいですね。また冷凍食品や市販の惣菜を買ってもいいですね。副菜も例えばスーパーで売っているカット野菜はそのままサラダで食べられるものや、包丁を使わずに炒めるだけ、煮るだけで料理することができます。またレトルト食品や市販の惣菜を買ってもいいですね。例えば今日の私の朝ごはんはトーストと牛乳だけど、どうしたらいいかな。パクタン教えて。はい、トーストにハムをトッピングしてカップスープとミニトマトを合わせるのはいかがでしょう。これなら料理が苦手でもできそうだな。トッピングにはハムの他にもスライスチーズ、ツナ缶、目玉焼きなどもタンパク質を多く含むのでおすすめです。付け足す食品にはカップスープやミニトマトの他にもキウイフルーツなどの果物やヨーグルトなどもおすすめです。うどんなどの麺類を食べるときも野菜類やタンパク質を忘れないようにしましょう。野菜類だったら冷凍野菜、キッチンバサミを使って小ネギを入れたり、タンパク質だったら缶詰や卵を入れるのはどうでしょう。他にもレンジで加熱したキノコや乾燥わかめなどお好きなものを入れて具沢山にしてもいいですね。食べるときは食塩の摂りすぎにならないよう汁は残しましょう。できることから始めてみませんか？元気を作るお食事ガイド、健康食品サプリ編。クイズ。食事が食べられないなら健康食品サプリを取ればいいのかな？いいえ、違います。健康食品やサプリは食事の代わりにはなりません。薬ではないので病気を治す効果、防ぐ効果はありません。健康の維持・増進の基本は栄養バランスの取れた食事、適度な運動、十分な休養です。健康食品やサプリを利用しているときは何をどれだけ取ったかメモしましょう。体調不良などで受診する際にはお医者さんに伝えてくださいね。こんにちは、パクタンです。フレイル予防に役立つパクパク12チェックシートの使い方を説明します。フレイル予防のためいろいろな種類の食品をバランスよく摂ることが大切です。そこでこのパクパク12チェックシートが役立ちます。いろいろな種類の食品を摂るために毎日食べたい食品として穀類、肉類、魚介類、卵、卵製品、牛乳、乳製品、大豆、大豆製品、
緑黄色野菜、単色野菜、キノコ類、海藻類、芋類、果物、油脂類の12の食品群があります。パクパク12チェックシートを使うと、一目でいろいろな種類の食品をまんべんなく食べられているかチェックすることができます。最近野菜のおかずだけだから、肉や魚を食べようなど不足している食品をチェックしながら献立を考えるのにも役立ちます。パクパク12チェックシートは主食、主菜、副菜に分かれていて、それぞれに使われる食品が書いてあります。例えばある日の朝ごはんです。パクパク12チェックシートに日付を書いて朝ごはんの内容をチェックしていきます。トーストは穀類にチェック、バターは油脂類にチェック、目玉焼きは卵製品にチェック、ミニトマトは緑黄色野菜にチェック、牛乳は乳製品にチェック。これで朝ごはんにどんな種類の食品を摂ったかチェックができました。同じように昼ごはん、夜ごはんも朝ごはんをチェックした列と同じ列にチェックしましょう。そうすると一日にどんな種類の食品を摂ったか見ることができます。できるだけたくさんの食品にチェックがつくといいですね。これを毎日続けると食べ方の偏りも見えてきます。ぜひパクパク12チェックシートを使ってみませんか？パクパク12チェックシートは多摩府中保健所食からのフレイル対策のホームページから印刷できます。こんにちは、パクタンです。ここからは簡単一手間でタンパク質アップ、ハムトーストツナサラダの作り方を紹介します。材料はこちらです。食パンをトースターで焼きます。食パンを焼いている間にツナサラダを作ります。スーパーなどで売られているカットキャベツを袋から器へ盛り付けます。カットキャベツの上にツナ缶を盛ります。お好みのドレッシングをかけてツナサラダの完成です。食パンが焼けました。焼けた食パンにバターを塗ります。ハムをのせます。バターやハムはお好みで焼く前にのせてもいいですよ。ハムトーストツナサラダの完成です。牛乳やヨーグルトを合わせて食べてもいいですね。こんにちは、パクタンです。ここからは簡単一手間で栄養バランスアップ、具沢山うどんの作り方を紹介します。材料はこちらです。鍋にめんつゆと水を入れ火にかけます。めんつゆと水の分量はめんつゆのパッケージを参考にしてくださいね。めんつゆと水を入れた鍋に冷凍うどんを入れます。次に冷凍のほうれん草を入れます。冷凍ほうれん草は包丁を使わずにそのまま料理に使えるので便利です。乾燥わかめを入れます。卵を割り鍋に入れます。蓋をして煮ます。卵が好みの硬さに仕上がったら火を止めます。器に盛り付けます。お好みでごまを振ります。
具沢山うどんの完成です。具材はこの動画で紹介したものの他にもお好きなものをお使いくださいね。元気を作るお食事ガイドでは、生き生きシニアを目指す食事のポイントを紹介しています。詳しくは多摩府中保健所フレイルで検索。気になる症状があるときは医療機関への受診をおすすめします。